フェフェケフェケフェ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 ケフェケフェ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 ケフェケフェフェケフェケフェフェケフェケフェおじゃんし！ベンベンベン、うわっはっは！はい、どうも。アナリー、アナリー、アナリーちゃんです。はい。アナリストです。それはそうして、ありがとうございます。ございますね。はい、小学1の時間がやってきました。はい。今日は、人のネタを考えるということで、はい。いろんなね、まあ自分のネタを考えるのが第一なんですけど、まあまず、人のネタっていうのをどんなもんなのかっていうことを一回考えると、自分のネタを、こうね、わかりやすく考えれるかもしれません。はい。そういう意味を込めまして、まず人のネタをちょっと考えてみましょうかねっていうことですよ。はい。というわけで今日は、ドブロック。ね。ドブロックのネタをちょっと考えてみましょう。はい。お願いします。はい。ドブロックのネタなんですけど、まず、こちらですね。まずこちらが、まず、今やられてるドブロックのネタでございますね。もしかしてだけど、ね。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを誘ってるんじゃないの、ちゃっちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃってやつですね。もしかしてだけど、ね。まずこちらですね。こちらが、ドブロックがやってるもしかしてだけどですね。はい。まあ、このネタ何かっていうと、まあ、オリジナルの方は、下ネタ。ね。下ネタをこう、なんていうかね、そんなことをやってないのに、深くこう、想像力豊かで、そう、誘ってるっていうことをこう、無理やりこう持ってってるっていうのが面白みですよね。そんなこと全然、その、女の子はそんなことして、そういうつもりじゃないのに、ドブロックはこう考えすぎて、こう、全然普通の素振りなんで、そう、誘ってるんじゃないのっていうことを、こう、歌にしてるっていうんですよね。これ、まあ面白いですよ。うん。いや、そんなんじゃないからっていう感じ。そんなこと思ってねえからっていうことですわ。はい。で、私が作ってきた作品はこちらになりますね。こちらです。まあ、このね、糸は組んで作ってありますから。いや、そんなこと思ってねえからっていう。はい。じゃ、ちょっと歌ってみましょうか。はい。もしかしてだけど、ザコシバージョン。もしかしてだけど、もしかしてだけど、それっておいらを誘ってるんじゃないの？もしかしてだけど、もしかしてだけど、もしか、それっておいらを誘ってるんじゃないの？ちょっ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 。チンボをブラブラしていたら、急に隣の隣人が、でかいつららを尿道にぶっ刺してきたんだ。もしかしてだけど、もしかしてだけど、つららをぶっ刺して中でおるんじゃないの。とっ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 と。チンボを握っていたのなら、急に手持ちぶたさになり、すげえ握力で握り切っちゃったんじゃないの。もしかしてだけど、もしかしてだけど、チンボを握り切ってヒリヒリしてんじゃないの。そういうことだよ、じゃんってやつです。いいですね、これね。はい。まあね、普通でも十分面白いんですけど、自分なりにこう考えてみるっていうのが大事ですね。はい。お笑いってね、人のネタをちょっとこう、まず、まあ音楽でもそうじゃないですか。まず、コピーバンドをして、で、自分のオリジナルっていう感じで行くんで、これは一個大事な、工程なのかもしれませんね。はい。はい。じゃあね、もう一個作ってきましたんだ。次のネタがやらかしちまったですね。やらかしちまった。うん。こう、やらかしちまった。やらかしちまった。まあ、長渕っぽく歌うんで、やらかしちまった。どうしてこんなことになったのかっていうですね。これは自虐ですね。自虐。いつもの普段の失敗というものを、こう、うまく歌に乗せてオーバーに歌っていくっていう作品ですね。
はい。じゃあ僕が、ザコシバージョン。ザコシバージョンをちょっと見てみましょう。こちらですね。こちらですね。はい。じゃあまあね、見てもあれなんでちょっと歌っていきましょうか。はい、行きましょう。やらかししまった。ザコシバージョン。ジャン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 やらかしちまったやらかしちまったどうしてこんなことになったのかやらかしちまったやらかしちまった自分が自分で許せねえめちゃくちゃ熱すぎて泣いたじゃん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 あー尿道にアチセストクトク流し込んで固まったじゃん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 あー尿道にアチセストクトク流し込んで固まったじゃん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 尿道フィギュアができたじゃん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 やらかしちまったやらかしちまったまだ同じ過ちの繰り返しやらかしちまったやらかしちまった俺に生きる価値などありゃしねえなんでこんなことしたのと泣いたじゃん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 あー間違えて尿道にうんこの棒を刺しちゃったじゃん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 あー間違えて尿道にうんこの棒を刺しちゃったじゃん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 しょんべんしたらうんこが出たよじゃん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 やらかしちまったやらかしちまった悪い夢ならば覚めてくれ空を見上げて俺は泣いたじゃん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 あー松本レンスの主食は第三に榊だじゃん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 あー松本レンスの主食は第三に榊だじゃん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 奮発して値引き惣菜食らうじゃん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 クソったれの偽かき人生ってやつですわね、これはあのクオリティがあるって自分でもびっくりしてますわぜひね、ドブロックさんこれ使っていただきたいっていう作品でございますね。ぜひぜひ使ってください。これもう許可もいりませんので。はい。はい、というわけでね、皆さんも、自分のネタに行き詰まったら、人のネタをまず考えて、ね。で、自分のネタに、考えてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで、小学1、人のネタを考える。以上でございますね。はい、ありがとうございました。Huh?